二重 β 崩壊は原子核内の二つの中性子がほぼ同時に陽子になるという β 崩壊の一種である。β 崩壊の過程において不安定な原子核は原子核内の中性子が陽子に変わり電子と反電子ニュートリノを放出する。β 崩壊が起きるためには変化後の原子核は元の原子核より大きな結合エネルギーを持たなければならない。例えば、 ゲルマニウム76は原子番号の一つ大きいヒ素76の方が小さな結合エネルギーを持つために 76GE から 76AZ への β 崩壊は発生しない。しかし原子番号が二つ大きいセレン76は 76GE より大きな結合エネルギーを持つため 76GE から7 6星の 20β 崩壊過程が発生する。 二重 β 崩壊においては、原子核内の中性子二つが陽子二つに変わり、電子と反電子ニュートリノが二つずつ放出される。この過程が研究室で最初に観測されたのは1986年である。崩壊性生物の地球科学的観測は1950年から知られている。二重 β 崩壊は放射性崩壊の中で極めて稀にしか起きない現象である。 観測されたことがあるのは10種類の同位体についてのみであり、それらのすべてが1019年以上の平均寿命を持つ。各種によっては、家庭は2つの陽子が2つの中性子になり、2つの電子ニュートリノを放出して2つの軌道電子を吸収する現象として発生する場合もある。親原子と娘原子の質量差が1.022メブ C2 を超える場合、 軌道電子を一つ捕獲して非電子を一つ放出する別の過程が発生しうる。そして最後に質量差が2 0 4 4メブ、c 2を超えるとき陽電子を二つ放出する第三の種類の崩壊が起きる。これら三種の二重 β 崩壊が発生する可能性は理論的に予測されているがまだ観測されたことはない。上記の過程はニュートリノを二つ放出するため ニュートリノを放出する二重 β 崩壊とも呼ばれる。もしニュートリノがマヨラナ粒子であるなら、反ニュートリノとニュートリノが実際には同じ粒子であることを意味するため、ニュートリノは放出しない二重 β 崩壊の発生する可能性がある。ニュートリノは放出しない二重 β 崩壊においては、放出されたニュートリノはもう一つの各子に直ちに吸収されるので、 電子二つの運動エネルギーの合計は、初期状態と最終状態の原子核の結合エネルギーの違いと、ちょうど同じになる。ニュートリノを放出しない二重 β 崩壊が、発見されれば、ニュートリノが実際に、マヨラナ粒子であることが、明らかになり、ニュートリノの質量を計算できるので、この現象を発見するために、いくつかの実験が実施され、提案されてきた。 20β ーー崩壊を起こす可能性のある天然放射性同位体は60を超える。これまでに崩壊が観測されているのはそのうち10種類のみである 48CA、76GE 48、8 2 e 96ZR、100MO、100 116CD、128手、130手、150ND、238U。理論的には 極めて多くの同位体が二重 β 崩壊と他の崩壊のどちらをも起こす可能性がある。ほとんどの場合、二重 β 崩壊は極めて稀であるため、他の放射に紛れてしまい、観測はほとんど不可能である。しかし、238U の二重 β 崩壊の比率は放射科学的に測定されている。この種の放射によって238プが生成される。また、 蒸気のリストの原子核のうち2種類は通常の β 崩壊も起こし得るが通常の β 崩壊は強く抑えられており観測されたことはない。ありがとうございます。